ふわりわアンクバディーズスペシャル。レディオアンコールバディーズスペシャルを2回にわたってお届けします。最後までお楽しみください。改めましてバディーズのふみのりです。しょうです。ゆうまです。ふみやです。俺がモーリーダーです。あ、俺がモーリーですで大丈夫でしたけど、はい、今回はこの5人でお送りしたいと思います。はい、さて先ほどですねアンコールの取材を終えたばかりなんですが、はいろいろとたくさん、取材でお話をしましたので、まあ、記事の方など皆さん見ていただけたら嬉しいなと思いますが、はい、取材以外でちょっとやばいこれ話してなかったとか、これ話したかったな忘れてたとか、なんかこうまだまだこうアフタートーク的な感じで、ここでは話していきたいと思っておりますけど。なるほど、はい、はい、話したりなかったこれ話したかったメンバーいますか。やっぱあれじゃないですか、あれ話しましたっけ、 TikTok 一緒に撮ろうよって。あ、いいねそれ、うん、なんか踊りやすくて可愛い振りなんで、ぜひ、ね、TikTok とかもみんなにバディのみんなとかにも撮っていただけたらなと。はいはいはい、はい、そうだね、多分しつこいぐらいあげるから俺たちも、ね、そうですめちゃくちゃ撮りましたね、うん、もしねなんかこう今後ね絡む共演者さんとかがもし踊ってくれたら嬉しいですね、うんうんうん、なんかそんな期待も込めて、はい、はいはい、皆さんも踊ってみてください。森はどうですか、まだまだこう話したかった。いや結構話しましたね。そうだね、まあ、もちろん話したんですけど、うんうん、なんだかんだいろいろとね。翔さんはどうですか。そうですね、あの振り付け難しいように見えて、あの覚えちゃうと意外と皆さん踊れると思うので、ぜひチャレンジをしてほしいなと思います。うんうん、なんでまあそうですね、こういわゆる曲もちろん MV、曲の話とかいろいろあるんですけど、やっぱこう一個外出て、うんうん、そういう TikTok だったりとか、うん、まあ、ライブだったりとかでも、うんうん、こういろいろ楽しみが待ってるので、皆さんはねそこら辺も楽しみに待っていただけたらなと思いますので、マジック要チェックよろしくお願いします。お願いしますということでね、まあ、インタビュー記事もたくさん読んでくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、それではここからはですねこちらになります。お菓子争奪じゃんけん大会。ちょっともう恒例になってきたんですね、はい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 、アンコールではルールは簡単でございます。アンコールのスタッフとじゃんけんをして、勝ち残った人がお菓子をもらえます。はい、負けた人は自分の名前を言って、ふみのり負けましたなど、と言って離脱をしていってください。はい、アイコはセーフになります。なるほど、なるほど。さあということでお菓子が今目の前に、何ですかこれ、かわいい、すげえかわいい、フロム伊勢心送るショコラ、とても素敵な、品名といいますか、うん、なんかお人形さんみたいなこうかわいい人がハートのチョコみたいなのをこう持って、はい、うん、今一番食べたい。そうだね、ちょっとこういろいろ話して、はいはい、甘いの欲しいなみたいなところ で、はい、今一番欲しい食べ物来ました。こちらをかけてじゃんけんをしていきたいと思います。はい、もうちょっと個人的なそういうこと話になりますけど、はい、YouTube のね僕らバディーズチャンネルの方でバディちゃんイベントというところで、はい、カレンダーのお渡しでじゃんけんをねずっとやっておりましたの で、タイムリーにも今タイムリーでございますよ。はい、このじゃんけんはまあ今全員強いんじゃないか、そうですね、っていうところではありますけど、はい、一応じゃんけん協会というものを勝手にバディーズ作りまして、はい、そうですね、今日会長のフミヤさんが来てくれてるので、はい、会長いかがでしょう。どうも、バディには40勝勝ち越してる、フミヤ会長です。素晴らしい、すごいわ。まあそうですね、やっぱり僕強いんで、はい、語ることはない、もうやればわかる。それではやっていきましょうか。じゃあスタッフとじゃんけんになります。はい、用意はいい。はい、はい、オーケー。かわいい声、かわいい。最初はね、じゃんけんこい。あぶねー、負けました。ふみのり離脱、勝利脱、俺がモリだ離脱。あ、俺がモリだのまま行くんですね。モリも負けました。ということで3人離脱、ゆうまとふみやが、あ、2人ともあいこだったので、はい、一発勝負はつかずということで、ここ、ね、ラスト決勝ですね。はい、すごい、行きましょう。用意はいい、いいよ、はい、最初はね、じゃんけんおー、楽しませる3人ともまた愛子です。全員グー、拳でって言葉ですか。じゃんけんぽい。さあどうなる。おってことはフミヤが、フミヤ離脱です。負けてユウマが、ダサすぎだろ。やったということで、ユウマさん
やった、うん、いいなぁ、お菓子争奪ありがとうございます。うわマジか、前回やった時も僕勝ちました。えすごっ、めっちゃ強いよ、2連勝、一番強いけど、それはすごいわ、じゃんけん大会2連勝で。マジか、じゃあ一応今日会、ね、じゃんけん協会会長はやめます、今日で、はい、ゆうまさんに変えたいと思います。お疲れ様でした。ということで以上、じゃんけんお菓子争奪じゃんけん大会でした。はい、ありがとうございます。さあここからはちょっとトークテーマを一つご用意いたしまして、はい、持ってきました、はい、バディーズボリューム5マジカル、こちらワンマンライブございますね、はい、このですね、はい、大阪公演の日が6月24日になっております。いこの6月24日はですね、アメリカで初めて UFO が目撃された日だそうです、はい、ということで皆さんは UFO を見たことはありますかという質問が届いております。あればその時のお話を教えてほしいですし、なければ UFO に遭遇したら何をするのか、そこら辺もお聞かせいただければ。毛利さん、はい、いやー僕は5、6回しかないっす、ね、めっちゃある、めっちゃある、ある、ない手ない、5、6回ってやばいんすよ。5、6回え、あるよ、本気で、本当に5、6回ある。それは遭遇っていうか見たの、見ただけ、結構しっかり遭遇したの。あ遭遇もあるけど、まあ見たもあるし、やば、初耳すぎる。そう、いろんなパターンあるよ。どうだった、同じ UFO はいなかった。どうだったの。俺が小学校の時に公園で遊んでたんだけど、太陽より眩しい光がパーンって急に来て、で僕だけしか見てないんですけど、めっちゃ眩しいんですよ。もう携帯のフラッシュのライトをもう直でこうやってピカッてやってる感じ、で太陽って眩しいけどギリ一瞬だったら見れるじゃん、もう見れない。太陽の横にもあんの、白い光が、何これって。でも光ってて発光してて、で飛行機のライトとかじゃない、そんな眩しいのないじゃん、ね、目痛いの、うわって。で伏せて眩しいと思って、なんだあれと思って目開けると思って伏せて、パッてもう一回見たらそれが移動してんの、逆に。でまた移動して、うわ眩しいと思ってこう伏せたらまた移動してんの。でそれがどんどん遠くなって消えてくるっていう、でも星とかじゃない、あれはマジで UFO。 ガチじゃん、太陽よりも眩しい、もう全然違うものが光ってる、とかあとオレンジ色の UFO あって、めちゃめちゃ話せるやん、夜間、夜間みたいな。本当にあの UFO ってこうやってあるじゃん、こう円盤的な、ね、円盤の、で、あの丸3つついてる、はいはいはい、あの UFO がいて、俺がボクシングやった時に、中学生の時に自転車乗ってこう、あの木がそびえ立ってる道を走ってたら、そのパッて、あオレンジの UFO だみたいななって、で木がこうやってさそび立ってるから、自転車走ってると木でこう隠れる時あるじゃん、その隠れるたびに移動すんの、チカン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 ってもう移動して、それがどんどん近づいてきたりとか、ちょっと怖いわ、もううわーってなって、でいなくなってっていうのとか、あと普通にもう家でこう寝てるじゃん、寝て布団で寝てたらあのベランダこう開いてるんだけど、昼間開けてカーテン開けて日光入れるんだけど、そこにこうやってめちゃめちゃでかい、もう一瞬暗くなった部屋が、えマジマジ、え、うわ一瞬ちょっと鳥肌だわ、一瞬部屋暗くなったので、覆いかぶさってきたので、それがもう円盤の、マジでみんなが UFO 描いてたら描くような UFO、もうちょっと銀色っぽい感じで、ライトついてて、そうそう銀色で、ライト黄色いライトついててバーっと追って、で、あの母がガチ、母がもう帰ってきた時に、俺やばいまた UFO 見たらでっかかったんだよって言ったら、え、あなたさあれでしょ、めっちゃでかいやつでしょ、あの灰色のあれで3つついたやつでしょみたいな、あそうそうみたいな、俺お母さんも昨日見たからみたいな、そこでお母さんまで見てんじゃん、この辺飛んでんだよ。でお母さんもあの人霊感っていうか、そういうのとかこう気じゃないけど見えるんだ、 UFO とかそういうのは見えちゃう、人のなんかあれが、めちゃめちゃガチ話でした。そう UFO めちゃめちゃ見る、すごい、そんな話聞かせてくれて、もう僕も一個あって、はい、でもなんか僕は基本的にちょっと早めにこうお湯を切るのよ、うん、で味濃くしたいから、うん、ごめんなさい、突っ込んでくれないとさ、そうなんだ、ひどいよね。なるほど、え、それはどういう、よくさ俺が普段いっぱい突っ込んでさ俺がボケたらさ、よくそれできるよねひどいぞ。いや今はちょっともう突っ込もうと思ったんですけど、なんかやめちゃいました、聞きたくなっちゃったそうですね、あのごめんなさい、 UFO ないですよね、ある他はないよね。僕あります。ええー、ほんと1回だけなんですけど、うん、もう明らかに挙動がおかしい飛行機があって、うん、ピュンピュンピュンみたいな、うん、もうなんか一直線上にしか動かないみたいな、うん、ゆっくりじゃないし速いから不思議だなって小学生の頃見てて、うん、で建物があって、まあアパートみたいな、はいはいはい、にこう隠れてダッてなった瞬間一回めっちゃ大きくなったんですよ、うん、でその隙間だったんで、それでかくなったのが建物と建物、はいはいはい、でもう建物もう2個、うん、もう1個目、うん、もう1個通り過ぎたらもういなかったっす。すげえ、あれは UFO なのかな、なんとこの5分の2遭遇してるという奇跡、すごい、まあ、いや、いい話ある、でもない人、えないです、ないです、あとない、全くない。あの UFO って見たことあるじゃん、ないんだ、宇宙人
じゃあ UFO はみんなあるけど宇宙人って見たことないじゃん。宇宙人もない。宇宙人はいるの いないのっていう話があるんだけど、はい、これ宇宙人って宇宙人はいないの。これマジ、宇宙人いない。俺直接宇宙人本人から聞いたんだけど、いるな、赤撃で本人が聞いたんだけど宇宙人はいないって言ってた。 そいつが、じゃあ宇宙人です。宇宙人と話してるのか。だから俺でも本人が言われたんだよ。だから宇宙人は宇宙人だよ。だから宇宙人本人から言われたんだけど宇宙人はいないって本人が言ってんだから、いるわけない。宇宙人本人それが宇宙人ということでですね、アンコール編集部からの質問に答えました。ありがとうございました。さあそんな宇宙人話ね、本人から聞いた宇宙人はいないという話もありますが、そろそろお別れのお時間です。はい、ここで改めてお知らせです。9枚目のデジタルシングルマジックを5月10日にリリースしました。こちら、たくさんこう聞いていただいてね、本当に共感できる部分とかたくさんありますし、少し大人になった僕たちバディーズを感じていただければなと思いますので、ぜひたくさん聞いてください。お願いします。じゃあしょうちゃんいきましょうか。ここはい、そしてライブのお知らせです。バディーズボリューム5マジカルを6月17日は日比谷野外大音楽堂、6月24日は大阪城音楽堂にて行います。ぜひ一緒に楽しみましょう。また8月にはスターダスト男子アーティストによる恵比寿学園男子部エビダンによる年に一度の大集結ライブエビダンザライブユニバース2023を開催します。8月11日と12日に国立代々木競技場第一体育館で行います。でかい。さらに8月にはバディーズダーツの旅ライブ、カッコ仮も決まりました。8月28日には滋賀県、8月30日は佐賀県、9月10日は鹿児島県に行きます。待ってて、こちらもチェックお願いします。お願いします。本当にこうたくさんここからイベントだったりとか、皆さんに会える機会を僕らもたくさんこう作っていくので、はい、皆さんもぜひとも気になったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。その他の情報についてはバディーズの公式サイトや SNS をチェックしてください。はい、そしてアンコールのウェブサイトには僕たちのインタビュー記事もアップされておりますので、こちらもぜひぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。お相手はバディーズのふみのりとショート、ゆうまと、ふみやと、我々は宇宙人でした。モーリーでした。バイバーイ。バイバーイ。あれらららアンゴール。